鳥獣被害対策委員会ができていて、はいはい、こうでもって設置するという形ですね。そうですね、はい、あのまあ、うん、そこがまあ一番の、まあ、リーダーシップといいますかね、うん、今あの現在もあるんですけれども、うん、今はどちらかというとイノシシ退治したらね、一等いくらっていうような猟友会さんの方でですね、はいはい、お金をお支払いしたりしてね、そのような、まあ、事務だけなんですけれども、これをやはり少し大きくしようとちょっとお話したいと思いますけど、はい、それからあと区長会も一緒にやっていかなきゃいけないんですが、この間中島住民自治協の会長も言ってましたけれども、長野前接線のですね、はい、最新のさらいですね、はい、まあ、鉄路を残して、どういうふうにこれから運営していくのか、その辺の問題、はい、それから私の東日本のですね、はい、大震災、その時のテレビなんか見てましてですね、応援部隊、自衛隊とかですね、はい、いろんな救助隊が来る前の、までの区長のやるべきこと、この辺のことをしっかり精査をしてですね、今ある計画、そんなものをちょっと整理していきたいなと、思っております。まあ、いずれも大変ですけれども、はい、前向きでね、いいですね、はい、なんとか、はい、こなしていきたいなというふうに思っています。まあ、大変ですけども、町のためにね、頑張っていただきたいとは思いますけども、区長会長、すぐ地区の区長会って